西口駅構内臨時切符売り場関大前駅は大阪府水田市山手町3丁目にある阪急電鉄地里線の駅。駅番号は HK-91。1964年に駅間距離が短かった花壇町、大学前の両駅を統合、旧駅のほぼ中間地点に新しく設けられた駅である。花壇町駅は開業当初、 北大阪電気鉄道が開いた千里山花壇の最寄り駅として、降落客で賑わったが、戦後、遊園地は閉鎖されてや土地は、関西大学第一中学校、高等学校の敷地に転用され、通学客の乗降する駅へと変貌を遂げた。その過程で下記の通り統合までに駅名が目まぐるしく、変更されている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。東側に若干きつめのカーブを描く線形を持つ。改札口は南北の地下に各1カ所あり、それぞれ駅の東西双方に出ることができる。いずれもエスカレーターは設置されていないが、南側にはホームと改札、東西双方の出入り口と改札等それぞれ連絡するエレベーターが設置されている。 関西大学の第1、3学者へは北側を、第2、4学者へは南側を出ると近く、キャンパスへと向かうエスカレーターが整備されている。駅員は北改札に配置されている。駅のすぐ上を名神高速道路が通っている。阪急電鉄では、2000までの駅には、基本的に表向きの乗り場番号は設定しない。ただし、優等列車停車駅や、 近年高架化あるいは大幅改築された駅は、この限りではない。このため、実際の構内には、乗り場番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、合線表記を表示しており、当駅については、北千里方面が1号線、天下茶屋方面が2号線と表示されている。ありがとうございます。